見てください、こちら巨大なオブジェ、なんと3メートルもあるんです。そしてこちら発泡スチロールでできているんですよ。作ったのはイラストレーターの山本直樹さんと造形作家の藤井正樹さんです。1915年に建てられ、旧中国銀行牛窓支店として1980年まで使われていた建物で、ハロウィーンをイメージした作品を展示しています。古い建物とこのカラフルなイラストのギャップがいいかなと、みんなに楽しんでもらえたらいいなと思います。牛窓の風景に溶け込んだアートを楽しめるイベントは明後日まで開かれています。